初めてよったな、ここの家に、たぶん。たぶん。ここサービスエリア。チビで朝飯食うぞ。チビ団子じゃないよ。何が有名なんだい？岡山県産カキフライ丼があって、うん、丼はいらんと。わがままか。ピンありそうだ。ありそう。すずめの戸締まりプロジェクトやって。なんなんそれ。じゃあ喉詰まらへん。いいね。岡山シーガルズは V リーグに所属する数少ない地域密着型の市民クラブチームです。バレーボールチーム。めっちゃマシュラのいい散歩場だな。あっちに行こう。マシ何やがって。何をしとる。そこやぞ。
徳山にはスクランブル交差点があるやんか。都会だな。あ、街が終わった。違うか絶対な、泊まったとして何かに泊まった。結婚式やろ。あ、そうかそうか、あれ徳山駅前。うーん、多分甲府駅前じゃなくて甲府駅前か。じゃあこんなとこ来たことねえよ。分からへん、なんかごっちゃなってるよな。徳山駅のあの上ってあれ新幹線ちゃう。新幹線っぽいよな。うん、そうじゃない。あれは小玉とかで泊まるんじゃない。なあ、都会だな。ねえ、都会だ。いい新幹線。そよし、フェリー着いた。イエーイ。あと1時間ある。なんかコンビニとか行った方がいい。ご飯一応とりあえず、あ、でも止めちゃったらお金かかんの。かからなさそうだよ。一回チケットとかちょっと様子見に行く、うん、見に行こうかな。こっちか。めっちゃ近い。はあちゃんも帰ってんの。島行く？え、一緒に。え、一緒にやった。大津島行きの、フェリーチケット買って、あの待つのはこちらでいいんですよね。2時40分ですよね。はい、はい、ここに待っていただいて、2時40分の便がこの前から。あ、前ですよね。で、26分に戻ってくるので、はいはいはい、あのアナウンスがちょっとないので、このまま行かれてください。わかりました。あの 小型犬が1匹いるんですけど、どこで待っといたらいいですかね。外で待っといた方がいいですか。どうせ乗るのは道路駐車場から向こう側ですよね。じゃあその辺で待っといたらいいですよね。あ、わかりました。ありがとうございます。あのどうせそこ中に待ち合いもあるんだけど、そこから船が出るから、もうこの辺で犬は待っといてって。はいはいはい、うん、でそこに船が多分ボーって来るから、うん、もうここからこう行けばいい。別に中に入る必要ない。マジやかんかった。中はちょっとマジお金かかったみたいな。紙チケット、紙チケット。フェリーまで時間があるんで、コンビニ探し。喋っていくスタイルだった、結局。ちょっとだけ、気分次第。
今日中に今日持つかどうか。確かに疲れた、喋らんなるから。ディギモンやろ。え？ディギモンやろ。それそれ。それ何言ってたときやの。あれどこ行ったときだっけ？鳥羽水族館。和歌山とかじゃないの？え？和歌山とかじゃないの？え、何のやつ？あの弾丸和歌山のときじゃないの？弾丸和歌山のときか。そうや。絶対そう。止まったぞ。ほだ。それ長続きする？やばい。もうしんどいもん今までだってこれ1個までさ朝6時出発して、え、まあ6時、え、まあ6時3時間睡眠でやるあれじゃないよ、うん、5時間無敵やだな、うん、あ、うですな、うです、さすがに放置はできないもんね。何回あ、セブンイレブンなんか書いてるね。あ、ほんまや、セブンイレブンあれはどういう、向こうにセブンイレブンがありますよってことなの。セブンイレブン発見台、あ、かわいい。徳山駅前セブンイレブン、セブンイレブン、何しろ。お待たせー。袋買ったつもりやったんやけど買えてなかった。こっちから戻れそう。あ、ありがとう。徳山の借りを島島って書いてる、ね、あれに乗るのかい。うんうん。なんか2種類あるのかな。そうなんだ。しろちゃん。4枚、はい、4枚あるよね、1、2、3、4、小人小人関係返ってくるからまた俺も渡してくれ。あ、もう寝ていいの、あそこで待っといたらいいんじゃない。ここで止まる。